関西大学の英語講評をやっていきたいと思います。大事だよってこれ教えるやつ、読み直しほぼなしでまっすぐ解けたんで、だからあの段落番号ちゃんと取っといた方がいいですよ。本日始まりました、マチェチャンネル。さあ、今回はですね、2月2日、関西大学の英語講評をやっていきたいと思います。ちょっと今週はね、関西ウィークです。同志社もね、出しますからね、ちょっと関西だらけなんですが、関東の人ですけど、私、大好きなんで、見てる関西の皆さん。では、行くで。まあ、全体としてはやっぱり基礎問題です。まあ、なんたって、長文が3択なんでね、内容一致3択って、ね、もう、プレゼントなの ?3 択の。っていうくらい、優しいで、おま。で、あと、回答根拠がね、基本的に順番通り、ちょっとずれるのもあるんですけど出てくるので、そこも分かりやすいし、最後のやつとかパラグラフ番号振ってくれてるじゃない。皆さんもね、基礎力の要請としてやるのはいいんじゃないですか。結構まあ長めの長文で探すの大変じゃないやつみたいなんでやるのはありかなとちょっと思ってます。それではいきますね。最初がホテルの予約しようとしてるやつだよね。 Hey sure, that there's something I wanted to ask you about. Sure. 何聞きたいのですから、当然 What's going on が正解です。まあよく言うし、私のまあいつもネイティブといるんですけど、いつも What's going on って言ってますからね。次が During August everyone is traveling, so you have to plan in advance って来てるので、はい、だから遅すぎ、はい、A が正解で、次がカプセルホテルで、ね、キャプソルっていうのが一体何ぞやってことなんで、これも A は簡単ですね。 Did you check for capsule hotels って書いてるけど、カプセルホテルもちろん日本の和製語ですけどね。で、It's a type of hotel っていう風に説明してますから、なのでカプセルホテルって何。で、次は That sounds kind of cool ね、結構いいねみたいなね、 Kind of、みたいなとかっていうね、弱めるやつ大事だよってこれ教えるやつです。はい、会話問題出るとかだったらこういう表現しときましょうって教えます。で、 I'll check it out、 それチェックするよって言ってます。で、最後 Do you think they'll have them there? で、カプセルホテル新宿とか渋谷にあるかって言ったら I would imagine so、 そうだと思うよってことですね。 I think so ってことですね。 Why don't we check? 一緒に行くのはおかしいですねということでした。はい、続いて段落聖書ですね。まあ今回の問題は優しめだったと思いますね。特にもうなんかもう知ってるような内容だったっていうのもあると思いますね。さあどうでしょう、皆さん並べ替えられますか。動画ストップしてやってみてもいいんじゃないかなと思いますが、はい、最初がね、人間のベイビーについて説明しているのはこの A じゃないですか。 Fascinating yet incredibly fragile っていうね、この fragile のところがまあ今後ね注目されて進んでいくんですけど、あ、この yet ね、パッとでいいんですよ。フェイクでも出ますけど。で、そこからこの fragile であるっていうシチュエーションが続くと、continues for a significant amount of time っていう E につながりますね。で、これはよく出るトピックなんですよ。人間の子供だけめちゃくちゃ世話をしなきゃいけないと。で、babies cannot turn their bodies over and are mostly unable to move in any useful way っていう風にできないっていうのが来てます。で、そこが this limitation っていう風に続きますね。この D ね。this limitation and mobility っていう風に続くんで。で、他のアニマルズはそんなことないよっていう風に続きます。そこから furthermore さらに its back does not have the strength to support an upright position っていう風に力もないよみたいな話に続いて eventually babies can begin to sit up straight and eat soft food but why are babies so comparatively weak and helpless? ここの why のところと one theory suggests が繋がりますね。 B のなんで A、E、D、F、C、B の順になるという感じですね。まあだから自分自身この one theory っていうのまず印をつけてます、 B のね。で eventually っていうのとY っていうので、ああこれで CB は続くだろうなって言って、でイベンチャリーついてんだから、おそらく後の方に出てくる B も後の方に出てくるなって思ってます。で、あとは This situation と This limitation がつながるよ見て、で Furthermore Furthermore eventually で行くんじゃないかな順番はっていう風に思ってやって、パパパパパッと解きました。だから読み直しほぼなしでまっすぐ解けたんで、これ問題は取り問かなと思いますね。はい、では続いて大問に行きたいと思いますね。空所補充してって内容一致やるやつです。まずは lead up to を知らなきゃ無理ですね。 February 14th まで続くんだよね。次は簡単、 technological advances ですね。これはめっちゃ出るじゃないですか。ちゃんとテクノロジーの例も後ろに出てきてるので解けなきゃいけない。3番はちょっと難しいかな。 someone might dislike ですね、嫌いかもしれないですね。まあ、shall とか must とは全然違うんで、まあ、シュットと悩んだ人もいるんじゃないかなと思いましたね。まあ、助動詞の選択とか出すのも感覚らしいというか、トイックとかで出ないですからね。で、次は physical appearance ですね。まあ、これは簡単だったと思います。次が had なんとか in place ですね。そのシステムがちゃんと機能しているようにするってやつです。これはフレーズとして知らないといけないね。で、次は ceiling ですね。これ結構知らない人が多くて、封をするっていうことね。で、8が vulgar ですね。これはどこかの大学の問題でも話してるはずなんで、だからよく出るんですよ。私はね、
ビジュアル系というかヘビメタ系の歌の名前で覚えましたけどね。で次が Resulted、 これはね知っといた方がいいやつで、自動詞で Result in とか Result from は知ってるじゃないですか。こういう風に Result だけでこういう結果になったみたいなのが出てきますんで知っといてください。あとは他動詞じゃないですか、 BCD は。だから正解にならない。で次が手紙が Very few survived ですね、生き残らなかったってことで、ね、ほとんどはその後出てくる Tore them up ですか、切られちゃったりとか Burn them ですか、燃やされちゃってますね。で次は What made matters worse ですね、はい、さらに良くないことにする。で次が Cost the recipient one penny to read ということで、Cost 人金 to do の形になってますね。次が Letters of complaint ですね、はい、文句を言う手紙ね。Under attack とか On demand Beyond description 全部なんかイディオムなんですけど、なんでこんなところにね攻撃家であるとかさ、関係ないです。 Describe できないとかね。で次が、More widespread ですね、 Became more widespread。 All over だったら All over どこなんだよって言いたくなりますね。で次は文法ですね、完全に Such a mean spirit ですね、この意地悪なっていう意味の mean でした。で内容1見ていきますね。まあこの内容っていうのは、バレンタインデーの今はね当然いいものをこうさみんなに渡すわけじゃないですか、そうじゃなくて悪いものを渡すっていうね、そういった内容の話です。カードとしてお前なんか嫌いじゃ的なねメッセージのカードを送るっていう、そういう話でした。でそのメッセージでまあなんか水ぶっかけるとかさいろんなの書いてありましたけど、最初が pouring water 水ぶっかけるっていうのは嫌いじゃっていうことだから、それが review her feelings っていうふうに言うので C でいいかれてます。で次が Vinegar Valentine's first appeared で、それは less than two centuries ago ですね、 20th century になる頃って言ってた。だ19世紀の終わり頃か、だ1800年代の後半だからまだ200年経ってないですね。 Some not all cars pointed out moral weaknesses in order to help someone correct their faults ですね、はい、自分のその良くないところを直すっていうのもあったよねこれね。 It was hoped in some cases that they would cause a change in behavior って書いてありましたね。で次が The vinegar valentine sometimes calls the people to engage in violent acts ですね、はい、Fist fights って確か書いてあったよねどこかね、殴り合い。で次が One reason vinegar valentines became increasingly criticized was because of B ですね、 The fondness those who recently learned to read had for themこの had fondness for them っていう形で構文が難しいんでねちょっと厄介かなと思いましたね。で次が Vinegar Valentines have disappeared but something similar now is これ書いてあったね、 The way people attack others by making comments online っていうのね、なんか modern day equivalent for cruel anonymous insulting remarks exists social media posts って書いてますからね、はい、ソーシャルメディア最後のところに書いてあったね。で The main idea っていうのは Valentine's Day cards were not always likeThey are now. そうです。だひどいカードだった時もあるわけですよ。よくないのが書かれていたこともあるよってことね。大門さんは、これは面白かったですね。匂いと記憶っていうのは繋がってるっていうのは、これよくあるわけで、僕もそうですね。匂いで記憶がめちゃめちゃ蘇るんで、だからマスクをするようになって、その懐かしさとかがさ、あまり感じられなくなったっていうのはね、悲しいんですよね。はい、最初の The delicious scent or smell of baking bread coming out from the open doors of a nearby bakery can act like a time machine. タイムマシーンのように、だからこのベーカリーの匂いで昔のことを思い出すって言ってるので、C、smells can bring up recollections ですからね。Recollections っていう風に記憶のことを言ってます。思い出すことです。で、次が Wired ですね。はい、Wire で繋がっている Linked ですね。まあ、これは文脈でもいける。下線部3、Which acts control panel なんで、コントロールパネルになっているのが What gets sent onto the brain ですね。Thalamus なんて分からなくても Determines 決めるだっていうのでコントロールパネルって分かります。で、Underline 4が A familiar but long forgotten scent can even bring people to tears. そう、泣くぐらいだから思い出をね、持ってくるってことなんで、だから答えが Recall powerful memories 5番の指すものは Thing が指すのは Memory ですね。これは簡単です。 Remember what the memory was ですね。匂いを嗅ぐことによって記憶が蘇る。6がどういう意味ですか。 They will first have an emotional response to the sensation and then a memory might follow って言ってるので、最初感情が蘇ってくると、匂いを嗅ぐと、でその後に記憶が来るって言ってるので、 The feelings っていうのを Emotion と言い換えてますね。で Memory を Recollection とまた言い換えてる。で、7番が指すのは That smell っていうのは Smell that triggered the feelings ですね。感情っていうのを引き起こす smell。 ストリートによって作られてるんじゃなくて、ストリートにいるときに嗅いだ匂いでしょ。どこからか出てくる匂いで、それをシネマで嗅いだときに思い出すっていう話でした。
はい、8。Repeatedly smelling the same smell can weaken the recall of memory. そうですね。この何度も何度も匂いを嗅ぐことによって止まるって言ってるね。The scent will stop being connected to your specific memory and lose its power to bring that memory back. 何度も何度も嗅いだらなくなっちゃうよ。で、次が、What does Hertz want to express most in underline 9? だから9が、They are both very closely connected to our survival. Feeling と smell っていうのが何がいいもので何が悪いものか危険なものかっていうのを分からせてくれるよってやつです。これは恐ろしいって言ったらね、避けるべきですよね。で、次が underline 10。 This is how your brain organizes its information. ですから、スメルがメモリーを起こす、 arouse ですね。はい、だからこれも同じような。で、次からが内容一致なんですが、パラグラフ書いてくれてるので first paragraph とかねついてるんで、それを利用しましょう。ちゃんとだから、あの段落番号ちゃんと振っといた方がいいですよ。はい、first paragraph の目的は illustrate how smells relate to memories、 そのね、メモリーズと関係してるか。で、次が third paragraph、 その scent information はどうなってるかっていうのは、これは簡単です。鼻からミグダラに brain cells を通していくって書いてましたからね。はい、 via、 via 通して through。 で、次が scents are really special、 the author provides an example of how other senses do notUsually prompt specific memories。 そうですね、匂いっていうのはメモリーを引き起こすけども、見たり触覚とかそれより引き起こすんだっていうね。で、次、 After a while memories recalled through smells cannot always be trusted、 消えちゃったりするって言ってたしね。で、次が The relationship between っていうので、病気のアルツハイマーとか書いてありましたね。だから can be an effect of some diseases、 病気の影響。 See the view the author of this passage wants to express more is that smells have an especially strong association with memory。 同じことばっかりじゃん、書いてあるの。簡単ですよ。次、タイトルは何？ The power of scents。 はい、その匂いの力ということで、同じことです。結局は smell と memory っていうのがつながってるんだっていうのがずらずらずらっと書かれていたので、解きやすかったんじゃないかなと思います。受けた皆さん、お疲れ様でした。関西大学も基礎が多いので、まあ、段落正常の練習して、長いものでもパッ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 と解いていく。順番通りに答えが出ることも多いので、内容1も解きやすいっていう感じだと思います。あと内容も面白いしね。どうでしたか？ぜひコメント欄でお聞かせください。はい、ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching.